はい、おはようございます。ラスカルでございます。今日はねちょっと画角が違うんですけど、お家からとなっておりまして、今日のね家撮影はだいぶテンションが上がっております。というのもね、こちら見えるかな、いつもねお世話になっているジラフさんが今お土産まぜそば始めまして、こちらをねいただきましたんで、今日はこれを作って食べていこうと思っております。でジラフさんね、今そのコロナの方で自粛をしておりまして、4月の9日から19日までは今休業しているんですけれども、こういったお土産の混ぜそばの販売をしておりまして、この混ぜそばの内容なんだけどね、まずは、生麺が3つで、タレボトルが3つの味付き油&豚が3つ、ベビースターが1袋のカツオパックが1袋で、フライドオニオンが1袋となっております。一応麺はね一玉 300g になっております。でまたちょっとねこれとは別にこちらのお土産メンマの方もいただきましたんで、これをトッピングしながらプラスねいろいろとトッピングを買ってきたので、お店ではできないようなねアレンジとかもしながら楽しんでいきたいと思います。まずねこのトッピングの準備をしていきたいと思いますんで、今回切るのはこれだけ、ニンニクとこちらの新玉ねぎでございます。これをね刻んでいきたいと思います。たら新玉をとみじん切りに、刻み玉ねぎはねこんな感じ。目めっちゃ痛い。そしたら続いてニンニクか。ニンニク、よいしょ。こんな剥けないの？よいしょ。いい香りする。うまそう。よいしょ。ってことで今ニンニクも刻み終わりました。今切るものは切り終わりましたので、早速ね混ぜそばを作っていきたいと思います。まずはねこの豚と油が入った袋を湯煎していきます。よいしょ。もう入れちゃいますか。とりあえずほい。こちらの具材の方を温める際には、ちょっとね、電子レンジだと袋が爆発する恐れがあるみたいなんで、これはね、湯煎で温めてください。今、こちらの方はだいぶ温まってきたんで、一旦、はけさせていただきます。この、寸胴ちゃんでお湯を沸かしていきたいと思います。見えな。ちょっと、カメラ位置変更。たら早速と、はいと。で、麺を茹でる時のポイントなんですけど、結構ね 300g って普通のラーメンとかよりも量が多いので、お湯をねちょっと多めに沸かしてください。でないとね、あのダマになったりとか生茹でになっちゃったりとかする可能性があるので、結構ね思ってる以上の量で茹でてください。足りないな、もうちょっと。そしたら一旦ねお湯が沸くまで待機です。はい、そしたらね今お湯の方が沸いてきましたんで、早速麺を茹でていきたいと思います。一応ね麺の茹で時間は表記では好みにもよるとは思うんですけど、4分から7分ぐらいの茹で時間だそうです。なので今日はね間を取って5分半で茹でていきたいと思います。だいぶ温度下がるな、やっぱ。今茹でてる間にねタレとかの準備をしていきたいと思うんですけれども、今日はね嫁さんもまたいるので、こっちが嫁さんの器とこれがね僕の器でございます。まずねこのタレを丼の方に移してと。嫁さんの方は麺が少なめなんで、ちょっとねタレの方は少なめに入れております。今ねいい感じに煮えてきたんで、ちょっとザルに移そうかな。いった。 OK、 盛り付けを
嫁さんの分少なめなんで、よいしょ。うまそうな匂いするな。出ちゃった。豚と油を、これがフライドオニオンと、少なめって作るの難しいな。もうちょい。こちらが鰹節、ベビースターと、ちょっとお土産メンマを加えてと、これはちょっと卵黄だけ使わせていただきますと、OK。 今ねこれでお土産混ぜそばできましたんで、向こうに持ってって嫁さんと食べていきたいと思います。お待たせしました。食べましょうか。はい、はい、いただきます。いただきます。とりあえずね、今回用意したのがチーズとこれ一味、揚げ玉にキムチと、こんな感じの味変ラインナップでございます。うわ、うまそう。うん、うん、まっ。ちょっとメモも、うん、混ぜて、俺も、うまそう。麺がうまいね。うん、ちょっとさっき刻んだ玉ねぎと、うん、ニンニクを。今日はやだな、2人ともめっちゃ臭いな。お出かけないし。お出かけないし。いいよ。うん、うまっ。入れた方がうまい。うん。うん、見えるかな、これ。ちょっと見えてる。うまそう。油が甘い。甘いね、油が、うん、いい油。一味かけてみよう。閉まる。うん。うん。うま。喉に。ちょっとキムチを。うい。このキムチが甘いな。うん、うん、もっと辛口のだったら合うね。うん、ちょっとこれは甘い。甘い。ちょっと揚げ玉も。いや。揚げ玉と具の油臭さが強くて、
いろいろやったけどデフォが一番残りこんなもんしかないんだけど玉ねぎをね完全に入れすぎたうん、700ぐらいあっという間になくなっちゃった一瞬だ、うんうん、あーうまかったごちそうさまでした。はい、ということで今ねジェラフさんのお土産混ぜそば2人ともいただきました。いやめちゃめちゃ美味しい。これいつも言ってるけどめちゃめちゃ美味しいこのあのジラフさんのお土産混ぜそばなんですけど土曜日のみの限定販売でいつまでねこれを販売するかわからないので詳細はねジラフさんのツイッターの方を拝見していただけるとわかると思いますんでそちらを逐一ご確認ください。今ねこうやってなかなか外に出れないご時世なんですけどお土産のがあれば家とかでもね気軽に楽しめるんでお近くの方はねぜひ買いに行ってみてください。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。